この番組は1億3000万人の日本人にヘビーメタルの魂をぶち込むテレビ史上初のヘビメタ専門バラエティなのです。ヘビメタさん、カモン、キミラハートアップもやヘビメタさん MC の相川健です。もうすぐ公開メタリカのドキュメンタリー、サムカインドオブモンスター、早く見たい、ヘビメタライブ熊田陽子です。そしてステージに上がる前は緊張しないように日本文字熟語を手のひらに書くというスーパーギターヒーロー、マーティン・フリードマン、イエーイ。よろしくです。マーティン、どんな四文字熟語を書いてるの？まあ、焼肉教食とか、締めそうかとか。わあ、難しい難しいね。発展途上国とか。それ5文字だから。はい、そして今日はゲストにあのマーティンの知り合いが海外からやってきてくれてるんだよね。はいはいはい。世界のスーパーギタリスト、ポール・ギルバート、イエーイ。日本で絶大な人気を誇ったロックバンド、ミスタービッグのギタリストとして活躍。現在はソロアーティストとしてギターグループを熱狂させている。すげえじゃん、見せるな。こんにちは、ポール・ギルバートです。あー、ポールもマーティと同じく日本中だそうですね。日本に2年ほど住んでいました。コモゴメ、チトンセカルス、ヤマ、四つ井三丁目、楽しかった。ものすごいコモゴメ、若干マーティとキャラ被ってる気もするんですけど、ね、ライバル登場かな。ライバルというか、実は同じ大好きなバンドがあるんですよ。同じ大好きなバンドというと、キス。お、僕の方がキス好きだぞ。イエーイ、もうヘビメタさんでしかありえないスーパーギターヒーローによるスーパーギターバトルの開幕です。世界のスーパーギタリストが激突、夢のキス番長決定戦。勝負するか。おお、行くぞ。おお、気合入ってますね。見事タイマン勝負に勝ってキス番長に輝いた方には、東京メタルドールズからもちろん祝福のキスが贈られます。負けないぞ。デレンデレン、はい、分かった分かった。シー、正解です。よろしくお願いします。はい、マーティン。Love her all I can。デュース。ネタ持ってるね。全然知らないその曲。正解はクレイジークレイジーナイツでした。本当のキスファンはその時代認めないからね。やっぱメイクしてねえとな。あ、分かった分かった分かった。はい、はいはい。正解は、Hey Mama、 でした。ドゥースだよ、ドゥースだよ。今のはちょっと分かんなさすぎ。わかんなすぎ。ごめんなさい。
A crazy train. Actually, so it doesn't sound like that. Kiss, right? Making love, Kana. キスが送られます。おめでとうマーティー。やっぱり勝つの方がいいじゃん。あなたは最高、あなたは最低。well, it's a great honor to be Kiss champion, but if we did Def Leppard, man, you'd lose. いや、そのことないぞ。何もかもわかるから。もう一回勝負だ。受けて立つぞ。よし、第2ラウンド勃発だ。第2ラウンドに突入。ヘビメタメジャーリーグ A to Z。 熊田陽子がメタルボックスからアルファベットの書かれたボールを取り出します。その頭文字で始まるヘビメタアーティストの曲をギターで答えてください。ここからヘビメタ博士の久竹頼正さんにも加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。答えたアーティストがヘビメタさんかどうかは久竹がジャッジ。勝利者には、ヘビメタさん特製のゴールデンスカル出ました。台を差し上げます。ヘビメタ一級入魂プレイボーイ。何が出るかな。ダララ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 ワイワイ。おはい、フォール。インヴェン・マルムスティーン。Deep Purple, Space Truckin'. この曲来たら正解。何が出るかな、何が出るかな、ダラダランランダラララン。 B。 はい、ポール。 Electric Funeral by Black Sabbath。番長の屈辱を晴らすべく頑張ってますからね。待って待って待って。この後ポールが連続でポイントをゲット。それに焦りを感じたか日本ビーチのマーティーが奥持ってよ。 X X Japan のミスキャスE E Easy O House of a Thousand Pleasures Loudness, Crazy Doctor. はい、日本が世界に誇るメタルバンド、ラウドです。メタルマニアに乾杯。世紀のギターバトルはまだまだ続く。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りします。続いてのアルバム
ルファベット、ヨコちゃんお願いします。 M。 おお、はい、マジ簡単だよ、これは。やっぱね、メタリカ。